どうも、下田友人のギター大学へようこそ。さあ今日はですね、エフェクターを一つ紹介したいと思います。その、エフェクターはどれかというとですね、じゃーん、こちらになります。もうずいぶんね、昔からあるやつなんですけども、 TC エレクトリニックのリッドルーパーですね、 X2 というやつになるんですけれども、こちらの方、すごくね便利なので、なぜ便利なのってところ、実はねちょっと一点だけね問題点があるので、今日はそこのね問題点の方もねお話をしたいと思います。そしてですね、ルーパーを使うとなぜ上手くなるのなんていうのもお伝えをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、最後まで見ていただけたら嬉しいです。では始めていきましょう。はい、それではですね、まず基本操作について簡単にちょっとお話をしたいと思います。今ですね、左側の方ね赤いボタン、右側が白いボタンになっていると思うんですけども、この赤いボタンを1回押すと録音が始まります。で2回目ね押すとどうなるかというと、その間がループされることになります。そしてそのループされてて、またなんかそこに重ねたいなって時には、またもう一回赤いボタンを押すと録音が開始されて、2回目を押すとその間がまたループされることになるんですね。そしてどん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 重ねる通りができるっていう風になっております。で、ちょっとでは試しにまずやってみたいと思います。はい、それでは撮ってみたいと思います。これで今入ってますね。でこれに何かを重ねてみたいと思います。ではいきます。はい、今これで入りました。でこれを両方消すと、ストップするときこうします。白い方のボタンを1回押すと両方がねストップされます。でまた再生したいときは赤い方を押すとですねなるので簡単です。で1個だけ消したいときなんていうのはどうするかというと、ね、重ねたのが失敗しちゃったっていうときは、これを再生させて、今流れてますね、これを長押し、赤い方消えます。でまたね取り直せばいいという感じです。で両方一気に消したいときは、白い方を一回ストップしてから長押しすると全部が消えます。という感じでですね、ちょっと今簡単にですけれども、ルーパーのね基本的な使い方の方を説明しました。なぜねこれね、1個しかボタンがないやつもね売ってるんですけれども、僕のおすすめはこの2つボタンがついてるのになります。なぜか操作性がやっぱ簡単なんですね。右がストップで左側で録音ができるっていうのが分かるんですけども、ボタンが1個のだと何回押したっけなとか、なんかそういうことがね、あったりするので、ライブとかでねなんかで使うってなったら、やっぱり簡潔に分かりやすい方がいいですよね。なのでこちらの方をすごいねライブとかで使う時にはおすすめしています。ただこの TC のねリッド2、X2 か、リッド X2 の問題点が一つあるんです。それは、例えば録音をします。まず一つ、バッキングを録音しました。でもソロは歪ませたいとしますよね。で、歪みのエフェクターを踏みました。そうしたら何が起こるかっていうと、バッキングの方も歪んでしまうんですね。録音されたものもエフェクターをかけるとエフェクターがかかってしまうんです。マルチエフェクターとかに入っているルーパーだったりすると、これが個別にされていて、録音されたもの、また次に弾くものっていうのは別のものとして扱われているので、バッキングはクリーントーン、ソロは歪ましたいっていう時にソロでエフェクターを踏むとソロの方だけは歪むっていうのができるんですけれども、このリッドの X2 の方だと両方とも歪んでしまうというところが少しね欠点というか、なんとかねなればよかったなとか思いますね。でも他の点においてはですね、5分間のループ最長で5分間できたり、何個も何個も無限にオーバーダブができるなんていう点は、このエフェクターの強いところだと思います。
ということでですね、簡単にエフェクターの方の説明をしましたが、次にですね、なぜルーパーを使って練習をすると効果があるのっていうのをお伝えしていきたいと思います。これはもう本当に、皆さんにね、おすすめしたいんですけども、まずね、自分がバッキングをしてるのに客観的に聞くことってなかなかないんですよね、ちゃんと取らない限り。でもこの簡単に取れて、そしてすぐにそれを聞き、返せるっていうのがね、やっぱりこのルーパーのいいところですね。家で練習するときによくあるのが、バッキングをまあ簡単にできるようになったと。で、なんかちょっといろいろ入れたいなみたいになって、なんか細かいことをするようになると。例えばですけども、バッキングで F マイナーがあって、C マイナー、まあこんなのがあるとします。これをなんかメロディーが入るところなのに、とかやって弾いたり、見るとしますよね。その時に実際にこれをバッキングでメロディーを弾いてみた時に、今2回目に弾いた方はなんか後ろにいっぱいいろいろ入りすぎちゃってて、メロディーが弾きづらいななんてこともあったりするんです。でもそういうのって弾いてる時は分かんなかったりするんですよね。なので自分がね、こうやっぱり録音したものに対してメロディーを弾いてみるとか、アドリブをしてみるとかね、してみると客観的に聞くことができるので、いろいろと見えてくることも多いと思います。そしてリズムがね、ああなんかうまくリズムが弾けてないなっていうのも、やっぱりこの録音をすることで分かってきたりするので、すごくこのルーパーというのは重宝すると思います。まあ本当に一番大事なのは、普段ねやっぱり何か客観的に聞くってなると、しっかり録音して後で聞き直すとかしかね、普段はできないと思うんですけれども、このルーパーを使うとそれがすぐにできる。で、何より本当に上手くなる上手くならないかっていうのは、自分がどこができててどこができてない、どこがうまくいってないって自分で気づくのがやっぱりすごく大事なんですね。それを気づかせてくれるためにも、このルーパーっていうのはね、持っていくと、すごいいい練習になると思います。そしてこのルーパー以外にも、実は最近だとね、Zoom の G14 というマルチエフェクターがあると思うんですけれども、そちらにも、だいたい30秒だったかな、30秒ぐらいのね、ループの機能がついてたり、するので、そういうのでもいいと思います。なんか長いね、時間はいらないなんて時にはね、そういうのでも全然大丈夫ですし、どちらにしろ、僕のおすすめとしてね、ルーパーを普段使うというのはすごいおすすめなので、ぜひぜひね、皆さん試してみてください。はい、ということでですね、今日は、簡単にですけれども、ルーパーの使い方と、なぜルーパーを使うといい練習になるのというのをね、お伝えしました。この動画役に立ったなと思ったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。今日はご清聴ありがとうございました。バイバイ。